はい、ということで2日目でございます。昨日はヘアカラーを終えたので、本日はヘアカットの方に行きたいと思います。髪の長さはそのまんまにして、ちょっと、レイヤーを入れたりとかして髪を軽くしていきたいなと思います。もうすぐ到着すると思いますので、ケイチさんのところに向かっていきたいと思います。はい、グラムスに到着しました。はい、ということで、いつもお世話になっている平本圭一さんでございます。よろしくお願いします。久しぶりです。そうなんですよ。で、髪の長さはこのままにしたくて、長さ変えたくて、はい、長さは変えず、はい、でちょっとこの辺りだけ軽くしようかなって思っているのと、うんうんうんね、あと前髪自分で切ったんですけど、上手。あ、本当ですか。はい、上手。素晴らしい。前髪をこういつもみたいに下ろす、うんすることもできるし、かぶってるところをこう、はい、馴染ませるようにもね、うん、もうできる感じにしたいです。わかりました。じゃあ形としてはいつもと同じで、うんうん、ここをちょっとそろえるようにしつつ、はい、ここの重さを取りない、はい、で長さはあんまり切りたくない、長さは切りたくない、だけどこのレイヤーの感じはそのまま切っても大丈夫、はい、でここの長さはあまり変えない、はい、変えない。わかりました。お願いします。かしこまりました。なんかね、もう一個の美容室で、はいはい、ヘアカラーをやった時に、うん、はい、あのピコストレートっていうのがあって、なんかね、ストレートパーマじゃないんだけど、ストレートっぽく当てられる、はい、か例えばアイロンコテとか、うんうん、ストレートアイロンとかつけたりとかしても髪は言うこと聞く、うん、だからただの癖だけを取ったっていう状態にしてるんですけど、うんうんうん、そうすると、うん、なんかボリューム感が若干なくなるみたいなんですよね。ボリューム感が今ないっていうのがそこまで気になってるわけではないんだけど、うん、でもなんかカットラインでもし、うん、そのここの部分が軽くなったりとかして、うん、ボリュームがあるように見せられるんだったら、そうしたい、そうちょっとそうするのもありかなって思ったりもして、カットして軽くすることはできるけれど、ボリューム感が出るようにはカットではちょっと難しい、うん、ただスタイリングとか乾かし方とかでちょっとボリュームが出やすくなるっていうことはできる、うんうん、ただバーって乾かしただけだと、うん、なかなかちょっとボリュームにはこう繋がらないかな、うん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 、でもまあ出しやすくはなる、うんうんうん、そうだからまあ多少はやっぱり切っといた方が軽くなれば、このペトっていう感じのちょっとは、ね、空気感が出るかなって思いますね、うんうん、ストレートになるのはいいんだけど、うんうんうん、なんていうの、空気感が失われてしまうっていうのが難しいところ、うんうん、まあ、だからそれをちょっと空気が入っているような雰囲気にしやすくするためのカットにしておきましょうか、うんうん、はい、そうしましょう。お願いします。はい、わかりました。じゃあちょっと最初軽くざっくりシャンプーいたします。はい、じゃあシャンプーに行ってきます。はい、これはミディアムぐらい、これミディアム、これぐらいか、もうちょい長いかぐらいが多分私はそうかも、ね、ベストっぽい。やっぱ結構ほら、今までさ、あのポニーテールみたいにする、まあ、役だったりとか、うん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 、その ここで縛れなきゃいけないってあったじゃない、いろいろさ、うん、でも今もある、うん、あ、今もある、今もある、今どこじゃない、今もある、今どこどこどこ辺、上、今縛る位置がこの辺、そう、5月、大丈夫大丈夫、5月です。あ、全然大丈夫、大丈夫大丈夫、危ない、全然聞いてこないけどね。そうそう、一番上にね、そうそう、そうやんなきゃいけないっていうのがね、今もあるから、そうなんです。レイヤーのスタイルって縛る位置は上だったら全然問題ないね、うんうんうん、下になれば逆に届かなくなっちゃうけど、あー、そうですね、うん、逆にね、うんうん、じゃあ早めの段階からレイヤーを入れていくっていうのが一つポイント。そうだね、あとはそのトップ、前髪からトップの方にかけて、うん、上の方にかけてこうペタッとなっちゃうじゃないですか、ね、そうですね、それをやっぱり軽くするためにはちょっと深めにレイヤー入れて、うんうんうん、あとはその、うん、そんなに俺をこう減らすわけではないけれども、うん、毛先をちょっとギラギラに手をまあチョッピングっていうか、そういう風にすることによってランダムにつくまではいかないけれども、ちょっと軽くして、うん、その動きを
出やすくするように切ったりとかしてる。あとやっぱり毛も細いじゃないですか。細いですね。だからやっぱりあんまりこう大胆にバーンってバツンバツンってやってっちゃうと、その立体感がちょっとこう雑になっちゃうんですよ。やっぱりこう毛が細かいから、細いからこそちょっと細かくセクションに分けて、ちょっとちょっとずつこう毛の生え方があるから、もしここだったらここの毛は真下に生えてるけど、ここの毛はこっちに向かって生えてるから、そういうのがあるじゃない、はい、それをこうやって引っ張ってただ切っちゃうと、あのそうなんていうのかな、自然な状態になった時に長さがちょっと違うくなっちゃったりするんだよね。でそういうのをやっぱこう細くてこういう柔らかい毛であればなのことちゃんと見ながらやらないとちょっとできないね、ものは分かんないんだって。全然臆病者なんですよ。いやでもなんかパンっていけないよね、その髪の、あ、ここはこっちに流れてるなとか、あ、ここはまっすぐに生えてるなとか、分かんなくないですか。普通分かんない、パッと見たら。ですよね。だけどこうやってセクションに細かく分けると見えてくるわけよ、この生え方が全部。あ、なるほど。それを見るためっていうのもある、うん、それで言うとだって私めちゃくちゃ癖っ気じゃないですか。その癖っていうか生え方が変わってるから、ね、うん、そうだね、根元がね、そう、根元こっちはこっちに向かって生えてるし、ここはこうだし、そうそう、こっちはまっすぐだしみたいな、結構ね、ブーンブーンで違うと思う。ですよね、うん、だから例えば僕らがブローしたりとかさ、スタイリングするときって、うん、どっちに生えてようが綺麗にできるじゃん、うんうん、でもさ、自分でやるときってできないじゃん。できない。そうだから、その自分でやるときのことも考えると、うん、髪の毛がどっちに落ちようとしているのかっていうのを見てやった方が自然になるっていう、うんうんうん、検査に切ってもらうようになってから、うん、めちゃくちゃちゃんとスタイリングしてるように見える。あの毛先のあれなんだよね、うん、あんまりこう少なくしてないから、うん、あの割としっかり毛先、あとは跳ねさせたりとかさ、内巻きとかするときってしっかり毛量があることによってそのカールが取れにくかったりするわけ。そういうスタイリングに関して言ったら絶対的にそっちの方が、あのまとまりっていうか収まりがいいよね。めっちゃ楽になりました、ね、本当に。私の髪を切るときに一つはレイヤーを早めに入れる。早めに入れるって言い方が正しいかどうかはちょっと分かんないけど、まあ俺が切るときはそういう感じかな。で、二つ目がだからね、なんかあのファンの人とかにさ、うん、美容室でオーダーのどうやってオーダーしたらいいかみたいなことをヒントにしたいんだよね。そう、ヒントにしたいなって思ってるけど、ね、でもやっぱりそれぞれさ骨格も違うし、違うからね、みんな髪の生え方とかも違うから、そう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 、もちろん個人差っていうのはあるっていうのはもう100も承知の上で、承知の上で、そう、もしもっといい言い方あるんだったらあれだけど、これ考えるけどそう、いや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 、ほら、早く入れるって言い方って正しいかどうかちょっと分かんないんだけど、俺の切り方でいくと、うん、まあ早めにもう段を入れてるよっていう。でも、こっから切る人はそうだけど、もちろん切る人とかだったらさ、別に早いってどういうことだよってなる。ああ、なるほどね。そうそうそう、切り方が全然みんな人に違うから、うん、そうね。まず、条件としては、そのやっぱり毛が細くて柔らかいから、うん、あんまり薄いたりとか、うん、そういう感じはあまり使わないですね。あまりというか 100% 使ってないし、切るためにその全部レイヤーとかグラデーションとかさ、うん、そういうのを入れて立体感を出しているっていう、でもほとんどがそうだけどね、そういうレイヤーのカットに関して言えば、ね、大体つかみ形作ってる、うんうん、薄いてるイメージないかも。確かに健一さんが切ってる方々、例えばいろんな超著名人のイメージを切られてるじゃないですか。あのあれですよ、例えば人でロングヘアでレイヤーとかだったら、うん、多少毛量とかの調節はする場合もある。あ、へー、でもそれがほら普段一般の人って風当ててなんかってやらないじゃん、ね、うんうん、だから本人が手入れが楽な程度であれば、うん、多少はやるときはある。へー、その人にとって一番いい、いい状態、いい状態に、ね、なれるんだから、うんうんうん、吸いたりもするけど、うん、少しね、うんうん、やっぱりパサパサになっちゃうから、うん、あまりやりすぎると、そのパサパサにならないギリギリのところっていうのは、うん、やるときはありますけど、短くなると、うん、本当に髪が扱いやすい。あ、そうなんだよね。どうしてもね、ペトッとこう
潰れる人なんかは、ここが長さがありすぎると、より重さをこう強調しちゃうというかね。大丈夫ですか？何が起こったって感じですかね。縦にやったけど、うん、そこまで行っちゃったの、うん、ここがやっぱり一番浮くんだよ。あ、そう、でその真ん中をめっちゃ短くしちゃったの。逆だからそれここはあんまり切らないのよ。その真ん中がすっごい短くなって、 でこの両端のこの辺とかは切るの忘れちゃったから。逆だもん、真ん中のここだけですっごい短いの毛が。あのね、今2ミリぐらいの量増やしたの、うん、そうすると重さも出てくるから、うん、あんまり極端には上がらないと思うから。うん、そのぐらいしといた方があのいいかなって気がする。ちょっと根元濡らしてバーッてこうまばらってやると自然の状態がこれなので、うん、そうすると完璧にこことここで分かれるから、うん、そしたらここをこうやって溶かしてあげて、うん、こうやってやって自分で挟むじゃない、うん、その時にこうやって引っ張っちゃダメ、ここは。はあ、なるほどね。こうやってすくうようにしてこう切る、うん、でこことここを分けて、こっちもこう溶かして自然の落ちる位置をこう計算すると、ここじゃない、はい、そしたらこれは、これはこれでこう切ってある。こっちは多少切りすぎてもいい。それでバランスを見て、こっちとこっちを両方すくうように取った時に、こっちの部分とこっちの部分をまあちょっとこのぐらいでいいかみたいなところで収めて。私ブローしてから切ってる。それでもいいけど、そうするともう絶対にブローしないとダメですよね。でしかもブローしてから切るし、ブローして切りますよってなった時こうやって切る。そうだよね。それだとね、かなり根元の癖が無視されちゃうから。例えばこれが、まあ、今自分の根元の自然な癖の状態だとしたら、一回これで合わせて、うん、ノーテーションでこう本当に出てるところだけ取っといて、で最後ブローする。それでまたちょっと毛先だけ合わせる。なるほど。そうすればなんていうのちょうどいい感じというか、うん、ブローした時とそんなにブローできてない時との差があんまり。え、前髪切る時って濡らした方がいいですか、毛？俺は基本毛先は濡らすね。そうですね。だからまあ例えば今根元も濡れてるじゃないですか、うん、だけどこうやってバーってやっていく間にどんどんこう、なんていうか根元が少しずつ乾いてきて、毛先の方に水分が残るじゃない。その方がカットはしやすい。あ、これはね、ドライできる人じゃないからさ。そう、だからそんな、それで根元が乾いてくると、その人の癖が出てくる。あ、出てくる。そう、その癖の状態でわざと切って、それからあとはちょっと乾かして、ブローしてからとか、整えてから最後に合わせて、長さ自体は、切り方なんだ。そう、こっちの時に切っちゃって。整えるのはブローの後っていうか、そういう方がまあ、自然、より自然で。私は整え切った後に本当にバッサリ引っ張ってきる。めちゃくちゃめちゃくちゃすごい可愛い、もうすでに可愛い。ちょっとこう空気感がやっぱり出るね、ブローするとね。すごいいいニュアンスが。はい、ということで髪を切っていただきました。はい、もうね、すっごい可愛いカットに仕上げていただいたので、これで撮影だったりとかね、ちょっと日常生活を楽しんでいきたいなと思います。はい、気になる方はぜひこのグラムスでケイチさんとかね、いらっしゃると思いますので、切っていただけたらと思います。あー、かわいい。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さあ、それでは次の動画でお会いしましょう。朝日愛でした。